こんにちは、シグナルフラッグツイーです。3D プリンターに付属していたビルドシートがかなり傷んできました。一層目がこびりついて剥がれないんですよね。樹脂でできたシートなので厚いノズルで穴を開けたりしています。だけど普通にプリントする分にはまだまだ使えます。しかしビデオを撮影するにはとにかく映えない、映えません。新しいシートは買ってあるのですが、国際郵便の扱いに耐える梱包はされていませんでした。届いた時には袋に穴が開いてました。なんかへこんでるし、映えのために買ったのにこれでは映えません。普通にビルドシートとしても致命的です。真ん中じゃないのがマシってくらい。このシートを使ってもすぐに汚れるし、 ABS をプリントすればベースから剥がれるし、他のものを使った方が良さそうです。ビルドシートの代わりに使うのは100円ショップの鏡です。サイズが足りませんが、そんな大きなものをプリントすることはほぼないです。鏡にすると映えます。とにかく映えます。 PLA の定着はバッチリです。難点は ABS の定着が悪いこと。テープなど整髪料を使う必要があります。以上が前置き。今回のネタはこの鏡をベッドサイズに切ることです。ガラス切りは家のどこかにあったはずなのですが、見つからず安いのを買いました。 XY2 Pro のベッドサイズは 255mm です。線を引きます。油を塗っておくと良いそうなので、ニシンオイルをつけておきます。良い高さのガイドが見つからないので、家中探し回りました。結局オーブンのトレイを使いました。どんな力加減で切ればいいんでしょう。あ、この音はダメだ。しばらくの間、悪戦苦闘の様子を流します。やっと成功した。さて本番はこれからです。使うのは200円の鏡、値段が倍です。倍。サイズは 30cm×40cm、 XY2 Pro のベッドサイズをカバーできます。フレームをハサミで切って取り外します。255mm で線を引いて、さあ緊張の一瞬。切れそうな音はしました。あとはパキッと。まっすぐ行きませんでしたが、使う側が欠けずに残ったのでセーフ。あと1回切れば終わりです。切れそうな音がしました。
る側が短くて怖いので板を置きました。これね、グダグダな状況になりました。使う側が割れないことを祈りつつ、木槌で割ります。残りはリューターで削ります。ガラスを削るのに良さそうなビットがなかったので、一番粗いヤスリを使いました。最後の仕上げ、80番ぐらいのヤスリを使うのが良いそうですが、家にあったのは120番。削れねー。まだデコボコしていますが、めんどくさくなったのでこれで完成にします。ヒートベッドに乗せてみます。ぴったりです。やっぱり鏡のベッドは、ちなみに近接センサーは鏡に反応しません。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録をお願いします。